ああああああ。F. E. C. チューンド。F. E. C. チュ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 ンド。 さあ、始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール。ども、デコボコトラベリングの帰りと。あ、両つでおかしいでもう帰りあの、何週間ぶりこわこわこわ何週間ぶり何週間ぶりえっと、2週間、一週間ぶりくらいじゃないですか。だからさ、まさか2週間ぶりで廃墟でこんなラジオやるとは思うかと。廃墟ではないよ。え確かに廃墟だけどさ、ほぼ。廃墟って言ってないでしょ。ほぼ廃墟だけど。廃墟にしては整いすぎだろ。 ちちゃんと、あの、うん、うちの、あの、いつもお世話になって、ファン、ファンの方も、ね、暗い、暗いよ、今日こんなタイミングで来ていただきました。暗いよ、今日ありがとうございます。本当にね、もう。こんなさ、コンクリート今ね、かろうじてこの部屋だけ明るいですけど、ね、一応外はマジで真っ暗です。俺今日やってんのかなってマジで思ったけど。やってないんじゃないもう。一応なんか、あの、久しぶりに、エぐむぎの、あの、 毎日から帰ってきたから、って来たら、あれうん潰れたのだって、よーくよーく見たら、派手なキャンさんが一人ポツンって立ってるって金がいたらちょっと恐ろしい。あー、もうほぼホラーだよね。あははははいや、検査にもよかっ同じこと言われたんかい。シャッターも下ろしてたか。シャッターも下ろしてたんすかじゃあもうやってないよ。昨日。な。じゃあ。え、これいつ完成するんすか 一応今月いっぱい。ああ、じゃ今月いっぱいか。じゃあ今月いっぱいは一応こういう形でやることになる。なるほどね。夜だけよ。ああ、そうか。他の昼の番組とかやってないっすもんね。あっ夜だけす。ああ、ありがたいっす。あ、何飲みたい。どういうことええ。俺たちのためにやって来てくれてるんだよ。キャンさんは違うよ。山内さんがやれって言ったからキャンさんはしぶしぶ来てるんだよ、今。違う違う。そんなことじゃない。 <laughs> <お前 S 1> いやな方いや、否定してもらわないと。<laughs> 本当にそうみたいになっちゃうから。お前とトライで一緒に喋るのって久しぶりだな。そううん。だって、いつも仲悪いから1メートル間隔。いや,いやいやいや、いもう、別にもう,もう否定しないけど別に。はぁ。なんだ。そっか。仲悪かった。<laughs> いや、<laughs> お前が毎回同じことばっか言うからだ。仲悪いって。 ずっと同じこと言うから同じ返ししてても面白くないだろ。一緒に寝てます。一緒に寝てます。寝て怖い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 。なんか会議が帰りじゃだから行こうやー違う違う違う。なんか、あの、今のは、俺、キャンサーにパス出したつもりだったのよ。めちゃくちゃ、俺パス出したらそのまま体でボンって当ててから、落ち、落ちったから。え、え、えってなったわけ。なんかこういう炎上。帰ろうなええ、帰ったとしたらもう。こういう炎上系 YouTuber いなかった。廃墟で何か。 おぱんちゅう作業ずっと叫ぶみたいな、なんか。<laughs> 知らん、知らん、知らん。俺知らんやさ、<え>それ。何してんのおぱんちゅう、おぱんちゅう作業。俺安心したわー。あんた元気なんだね。2週間あってないのに、えー。キャンさんは元気で。ずっと元気だよな。別に FM 着の案が今改装中だからって、キャンさんが元気じゃなくはならないよ。ならないか。キャンさんは常に元気だから。あれ、ちょ人がおかしいのか。うん、変な人、ね。こんな暗い中でも。 よく、もうまあ、このスペースでなんか、このちゃんとラジオできるね、あれを作ってますね、本当に。あと、もうなんか完成するまでいいのにね。ちょ、パソコン遠いから、あの、めんどくさいな。久しぶりのラジオなんだけど一回だって、こう前に体やってから、こう。じゃ俺が読めよ。はい。読めよ、ちゃんと。ええ。これ使えないやつさ、これお前、MacBook 使ったことないだろ、う。え MacBook はーブないあるよや三本指で触ったとて、二本 じゃ、3本はダメって2本で上位。3本指でって2本でした、俺は見れ。えぇ、ー。何えー、もうこいつ黙らせえよ <laughs>、えー。久しぶりに会って黙らせはないよ。久しぶりじゃないだろ、あったのは。おとといっただろ、や。あれは素の自分見せてないから。おとといじゃない、昨日だな。あれは素の自分見せてないから昨日もおとといもったよやば。うるさいよ、お前。黙れよ、お前。ラジオで黙れって言うなよ。喋るのが仕事でしょ。もう、黙ります。ごめんなさい。黙らせてください。 一回キスしよう。キモ <laughs> だろ俺キモくなっただろ二週間も、二、うん、週間も、うん、こうやってラジオやってないと、うん、もういろんな感情混じりすぎて、キモくなるわけ。えー、しかも隣度胸キッズヒゲも剃れええー、ヒゲは剃ってない <laughs> キモ。剃れいやー、ヒゲも剃りたいんだけど、伸ばしたいっていうのもあるんだよな。<も>伸ばすなそんなまばらなヒゲは。だからヒゲ、俺入ってきたら、いやー、コメント読ませ 嫁じゃちゃんとあえー、変化してるみたいになってるし、仲良くしよう。何なんなん、こいつの情緒、マジで。だからえ、もう同じ話ばっかすんな <laughs> 頭痛くなる。頭痛 <laughs> くなる。さっき気圧のせい、なんかあった。気圧もあるけど春かいうん、今日も湿度も高いし。湿度もな今。 えっと。お前質問なぁ、今。じゃない場合 <laughs> 埼玉の郷さんが、こんばんはってゴさん久しぶりです、ね。ああ、こんばんは。ありがとうございます。あー有名人、りょうとくんだ。ということで。ーえー、どこのりょうとくん置いてるんでしょう <laughs> 知らんけど。キーさんから、こんばんはっても来てます、ね。ああ、こんばんは。えー。あ、大将じゃん。だからさや、大将も、3年前、4年前ぐらい。なんでこいつキーって名前にしてる 大将の文字を取ってからキーでしょ裏赤,か裏赤じゃないか大将の文字を取ってキーでしょどこにキーあるばや大将の。大、し、よ、う。どこにキーあるばや？小さいキーよ。大将になっちゃうよ、そしたら。ねえ。お前マジで。<laughs> 着地点ないなら言うな。ええー、着地点ないからこその英語向きなんでしょなんだばそれ。じゃあもう、いいや、適当に喋ろ。さっきから適当に喋ってるんだ。なんだばこいつマジで。 ラジオがなんちゃらかんちゃら言ってたのに。ラジオ愛はね。え、もううるさい <laughs> 早く読め。<laughs> だから、大将は3年4年前ぐらいから、コメント、4年前ぐらいコメントしてたよね。もうちょい前じゃん。あ、ほんの5年前かいや、わからん、分からんけど。で、うちの。コロナ禍前なイメージだけど勝手に、俺の中では。で、後輩前で、大将は、あの、久しぶりに、えー、 営業であったら、赤ん坊を連れてました。ね、あの、普通に、そこら辺のお客さんがいる中でね。川ジャン赤ん坊着てたよな。川ジャンに赤ん坊。持ってた。赤ん坊着てたじゃん。赤側からてた。赤ん坊着てたわよくわからんから。いや、びっくりしたな連絡よこせよ。気遣ううちのお父さんになった。パパになって、ダンディなパパになっちゃうかな後輩ね、僕らの高校の後輩ですね。ね大将が先輩になっちゃったよ。そんなことはないけどね。別に後輩ではあるいや、人生の先輩になったんだよ。 え、後輩ではあるからね。人生もだって俺らの方が長く生きてるし。人生の先輩って言ったら俺らより長く生きてることになっちゃうから。そうだな。そういうこと。言うんだったらお父さんとして先輩ね。ああ、そうだね。父親としては俺らよりは先輩。大将は人生としてお父さんとして先輩です。うん、そう。人生としては違うよ。いやいや。人生としてだったら俺らの方が長いから、ね。もううるさいよ、もう。俺らの方が2、2> ね、3年長く生きてます。なんで今日なんか喧嘩した 誰かと。お、間違ったことをただ訂正してあげてるだけだ赤ペン先生ばっかしちゃってダメだよそれは当たってる。当たってる。言い方的に。赤ペン先生。赤ペン先生ばっかはやってないよ、俺別に。えっと、最初ね、赤ちゃんも生まれてね。おめでとう。はい、おめでとう。えっと、あ、EV 様ね、久しぶりに。お前、漢字読めないからって言って、飛ばすなよ。何言う埼玉のゴーさん。廃墟だろこれぐらい知ってるわ。じゃあ読めやなんで飛ばしたば、それ。 廃墟のくだりあったから、結構前のくだりだったから。うん。ああ、それもあったねって言えばいいさ。ラジオ2週間前って言ったら、なんかちょっとくつつな、俺は喋れてもないから、ほら、お互い様だね。ごめんね。俺が喋ってないだろ、今。お前が勝手に喋ってなかったんだよ。先生もこんばんは、お久しぶりです。ま、あの、このラジオではね。ま、あラジオとしてはね、お久しぶりなのかなわかんないけど。先生たちもね、もう、まさかびっくしたよね。こんな、このくらい。 まあ、今週からね、今週から、今月からね、ちょっとね、あの、工事が入ってますから。だから楽しみだよな。どうなるんだろうな。なんか、ジャグジュも作らしいね、こっちね。嘘つくなよ、お前、勝手に。ジャグジ適当なこと言うな。サウナとかもね、作らしい。適当なこと言うな、お前。俺の願望を全部、全部叶えてくれるらしいですよね、こっちの。いや、そんなことはないですよ。えっと、ギャラリウムは電気もつかあ、そっか、ヒーフミーさんたちもラジオできてないってことは。 ああ、<laughs> そっか、もう本当にマジで FM、ああ、なんで、僕ら、FEC チューンドだけやってるのは。そんな感謝して。わ、えー、かんないけど。やらないといけない存在だよ、に。そうなんかな、ちょっとわかんないですけど。いや、ない。番組やってないのかな、もしかしたら。あと、ななちゃんの本番も読めよう。あ<っ>トゥインクルちゃんが読めないから、お前飛ばしたな。<laughs> だもう、久しぶりだからさ、ごめんね。えー、お前、それだけで解決すると思うね。 なんで、なんでこんな厳しいの <laughs> 何喧嘩した誰かと。<う>お母さんと喧嘩しただろう。お前、<た>喧嘩した、でも、あの、毎回言うな。それも、あの、それで解決しないから。あ、そうだね。それ以外の理由もっと探せ。他のなんか怒りそうな理由よ。借金だろ。違うわ。絶対じゃなんでよや違うだろ。借金、借金やって。絶対違うだろ。えー、別に借金はみんなやってるわ。<laughs> ごめんなさい。出てられました、今。痛っ <laughs> ええでこぼカ暴力を振るわないって決めたじゃんうるさいあいくつぎ読めそうだね。えっと。あ、先生が暗いわ。ほんとに。そうね、先生はちょうど後ろにいますからね。に暗いさっきお化けみたいに映ってた。はい。ワリエさん、ピッさんか。りょうちゃん、ハッピーバレー、あ、バレンタイン、我々はね。そうか、今日バレンタインか。 あ、そうそう、あ、そう、だから、そう、今日ね、たまたま、このバレンタインが <laughs>、こんな状態だったから、申し訳ないですけど、うん、こういうね、あの、ちょっと、タイミングになっちゃいましたけれども。僕が大好きな、フォを、いろいろ。作っていきます、一週間。んか詰め合わせでね、持ってきてくれて、嬉しいです、めっちゃ。あの、モンスターとかさ。あ、これ、俺もう絶対これ自分で買おうと思スタた、秋さ。なんでこれ。この、ローソン今さ、47%増量してるわけ。 あと、え、え、こん、えバスーなんだけど、値段変わらず47%増量。ちょうど、これ頼んでたろ、お前。いや、頼んでない、頼んでない。変わってきてくれてる。いや、だから、ちょうどね、だから、ローソンが今、バカみたいな企画やってて。全部だから。もう、赤字覚悟みたい。いや、もう赤字よ。意味わからんだって。ちょっと上の人と喋りたい。え、ほんとに俺も、文句言いたい。そんなんで経営成り立つばって。ありがたいだろ、おかい。やいやいおかしいさ。 値段一緒で、47%増量なんだよ。で、今やってるのが、確かあの、シーチキンの、なんかあの、おにぎり。あ、もう増量しろ。シーチキンの、中のシーチキンマヨネーズが47%増量。おにぎりも多分でっかくなる。作りすぎたんだよ。えぇ、ち新人が間違ってた。ちぇ違う違う違う大量量それだけじゃないわけよ。なになんでこんなに増量するサンドイッチのハム。ハムのサンドイッチ美味しいやつよね。ハムが47%増量。なんで だからもう、なぎっちぎちだけよ。だって、その機械もだって、新しく作らんといけんしよう。なかなか多分、その設定したら多めにいけるのか。ああ、でもそれでも、うん。で、あのー、カレー、カツカレー、うん、カツがもう一個増えてるっていう。47%増量で。ああ、お得だね。で、ホットカフェラって L。ああ<ー>。あのー、こっちはもう増量できないから、うん、あの、70円引きになってた。 なんでそれそしたら47%増量になるんだろうね。<な>きっとその、割合的に言うとね。な、何を意気間違えただからもう俺もう本当にあの、一回、ローソンの社長怒りたい。もう、つって。なんでもうだわ。名だろ、大体。もう、つって。じゃない。チューブではもうだろ、お前。い闘 <laughs> 牛盛んだからな。うん、ちゃんと。知らんよ、や、そんな話。<laughs> な、な、なんで今日 ピリピリしちゃうの何があったえ、ピリピリしちゃう。別にピリピリはしてないよ。普通に突っ込んでるだけでしょえもっと優しい突っ込み方があるだろ。う。ょうと違うよ。りょうと違うよ。えうるさいもうしこいつ、何も。嫌なんだけど、ほんとに。久しぶりだから。久しぶりだからって、そういうことよ。落ち着かしてくれ。頼むから。ほんとにね。ほんとに。呼んでくれよ。 もっと、もうどんどん流れちゃってるから。もう分からんぐらいいっぱい来てるから、すごいよな。本当にありがとうございますね。いろいろもらったのバレンタイン今年は。あ、今ちょうどもらいました。いやいや、これはもう、い今じゃん、千谷さん。この今日、今日一日とか。ああ、今ちょうど。あ、じゃあもう、そう、そういう、で、これなかった。か、あの、今もらったのも、<laughs> あ、普通に来てくれてくれたんだって途中まで思っちゃってた。いや、じゃもうバレンタイン2ことも忘れてた。今言ってたので、気づいた。 厄介だろ、お前な。いえいえ、本当に忘れてた。今日は、バレンタインです。皆さん。でもそうだよな。いや、ありがたいですね。本当にもう、こういう中だから、やっぱりイベントごととかでいろいろね、プレゼントくれるの、いやいやすごく嬉し,嬉,し嬉しいですね、やっぱりもう。なんか、昔が懐かしいよな、うん、バレンタイン。どれぐらい昔の話うんと幼ん、幼稚園昔だね。 あんま、幼稚園どころは俺持ってたん、ねうん、あんま俺も幼稚園のその、あの、バレンタインの記憶ないわけよ。めっちゃ持ってた。証拠もある。うん、アルバムって残って、ええええ、別にあの、幼稚園の証拠とかもほぼ証拠じゃないから。うん、高校もあったよ。ああ、まあ、高校はね。もちろんもちろん。だって僕らなんなら女子多い子でしたから、いっぱいもらいましたよ、もちろん。僕も本当にも持って帰るのがも大変なぐらいもらって。 嘘です。帰りはもらってないです。いや、僕、あの、だから食品科なんで。あパティシエ目指してたんで。みんなから。自分で、僕は。ギリチョコをね。基本作ってあげる。ので本命だってギリチョコでしょ <laughs> まあまあまあ、別にあの、本命とかギリとかそういうの関係ない。本命はもらった。いっぱいもらいました。本命も含めて。<laughs> お前のさ、あの、高校の時の恋愛事情、そこまで知らないんだけど、帰り。え、なんでそんなし、知らないわけないでしょ、別に。違うさ、こ校、 後輩からモテてたっていう話は俺聞いたことないよ。え、俺後輩からモテてたんだよ。<え>だって告白されたのも後輩からだよ、その基本。誰相手から告白されて、れ同じ学,科学科も一緒だったりとかするけど。あーてよ。俺も一応名前あんまり覚えてない。<laughs> 最悪だよ、お前。お,お前わざわざさ、作ってきてくれてさ。あ、だから<れ>別にバレンタインの日じゃないよ、それは。 じゃなくて、シンプルにそこをカされ。何何に告白されちゃう ?LINE。ラインラインだな、基本やっぱみんな LINE か。うん、俺、後輩は。一筆。いや、手紙のこと一筆っていうね。ほら、ね、一筆でかい。なんだかそのなんかもう、決死の覚悟みたいな。いっぱい受け取ったね。懐かしい。ななそうだよ、2週間もやってなかったらボケも薄いよ。ねえ。<laughs> 二週間で貯めてこい、なんか。ええ、全部捨てた、うるましね。なんでもそれ。うるましもう。うおと起きしてきた、あの、ボケを全部。お前、困るだろ、いろんな人が。いや、良くなってるかも一部地域。えこういうボケあるんだ、あそっか、ボケがいっぱい落ちてるな。で、デコボコみたいな、イカれたネタのコンビが。ダメやし。埋まるすな、これ以上。もう、変な奴ら。沖縄にこれ以上いっこれ以上な。パンパンなっちまうな。 いっぱい来てるコメントありがたいよな、うん、いよ大将本名じゃないですって。ね、本当はね。あ、あ、そうだ、本当だ。本名にはキー入っとるわ。だろお前言ってなかっただろ。<laughs> 言ってたって。うん、お前を思い出すためにやってたの。大将大器でしょ違うよ。後期だ。違うよ。友木。違う。キ<ー>いや、ー大<将> <laughs>。大将キー。じゃ大将キーじゃないだろ。大将って入ってないのよ。大将の名前には。 あいつ見た目が大将っぽいから大将って呼ばれてる。ええー、そういうことか、俺ずっと大将っていう。<laughs> そうだよな、うん。本名は違うよ。わかんない。本名言っていいかわかんないから。え、言わないからね。じゃあまさ、まさきなんだけど。ええー、お前、あ、まさきだ。<laughs> 思い出した、まさきだ。<laughs> <って S 1> <laughs> ちゃんと覚えてる。覚えてる。ま、うん、さきだ。本名はね。うん。うん。でも大将っぽかったからね。<あ> <laughs> みいちゃんさんも来ては朝番組。<ー>うん。ん。生放送、その他、収録はお,お休み。なるほどね。よ、夜番組はできる限り生放送やるってよ、ひふみ兄さん。明日、なも、あ、明日やるんだ、<ー>兄さん。明日来てみたらわかります。こんな感じです。感じっていうの。本当に、もうすい。すごいよね。本当に工事中の匂い。うん、匂いも全部。なかな本当に。うん、この匂い経験できるのは。 もうあともう少しですよ。まあまあ、この1ヶ月間だけでしょうね。なんとさんが、りょうとさんかえりさんは、はい,たい、<laughs> はい、はい、はい。はい、ロールケーキの生クリームを増量してたよって。あ、たぶん、それは、第1弾のやつだすえで今、第二弾。今、2弾二え ?2 弾までだす多分すごいなちなみに、焼きそばパンもね、焼きそば47%増量。りょうと、ん <laughs>、お客様の感謝のためってよ。ためによって。ああ、その、ローソンのね。うん。 いやー、でもやりすぎだと思う、マジで。ちょ、すごいよな意味が分からん。だってその一段、俺第一段でさ、絶対食べたいけど、毎回売り切れてたのがあって。タバコの増量って何タバコの増量ないだろ。それはお客さんの感謝でも何でもないよ。もう。感謝で。いやいや、ないから。やに感謝でないのよ。やに感謝でいかないんだ。ないないない増量。ないだろ。54。ない。増量みたい。ない。お前、殺す気やしも、人を。そんなん。 でも昔カンカンで売られてたっよ昔はな、うん、昔だからそれは。もう今は時代にそぐわないのそれは。カンカンで売るとそんな大量に売るのはね。うん、今はもうだから本当に、なんかね、そう時代の的にこれがちょうどいいのよ。ゴーさんもりょうん、りょうと君おやすみ、ケンお休み、ふちゃく君お休みってもうな、今日もお仕事だったからな。まあそうですね。はい。し,し,しっかり休んでください。80 <laughs> から。 忘れてたなら返して。いや、これのもんか、他のもん。じゃ、返してください。俺忘れてないのにお思い出して。びっくりした高知現場の人かなちょっう一応、こういう天気屋さんいるよね。一応、俺今日見たやつさ。ああびっくりしたバイト先の近くで見たやつさ。あ、4月。はい、なんていうの来置きするから、差し入れするね。今、走って。 はい、ありがたい、ね、いや楽しみしてます、お酒。え、ま語尾がちょっとあの、ね、変になっちゃったけど。楽しみにしてます、お酒。あ、たまにいな。お前ごびが<そ>全部お酒っていう,う,う。語尾がお酒になっちゃうことがあるんです。すみません、ごめんなさい。<ー>そういうつもりはないんですけど。ごめんなさい、ちょっと間違っ かそのテンションが高ぶったりとかしてください。あなたのことが好きだからお酒とか言うのお酒が好きやしってで、振られたそしたもんの気持ちが高ぶるとね。これもちっちゃい頃からの癖なので。ごめんなさい、本当に。これは。そんなことないですよ。いや、そんなことないだろ、普通は。僕はじゃなくて、僕もだば帰りだけですよ。うんいいよ、それはそで。ちょっとってよ。今。 今、マリ、サ、サンピーさんから、りょうん、ちゃん、ちょっと待ってってね、って来て、何か、うん、なんか、なんって思ってたら、何 <laughs> ペイペイが送られてきました。なんでよ、や。<laughs> どういうことなのこれで好きなもん買ってねってあ<ー>。ああ、いいじゃない。<laughs> 本当に、ありがとうございます。スパチャみたいな感じよね、だから。ありがたいね。うん、ありがとうい,いサンピーさんとかも、 県外にいるから、そうね。そう、なかなか会える機会ってね、うん、ないから、うん、俺たちが行った時に、ライブ来てもらったりとか、そうね。いやー、うん、いや、感謝だけでいい。もうこ、言葉だけでも嬉しいのに、ありがとうございます。ありがとうございます。買いますはい。嬉しいね。うん。なるほど、呼んであげてた。えー、お前、サボって、 え、しただとだいえお前が読まないと進まないだろもうどんどん今、セリフ、セリフとここのコメント流れてんだから、もう読んでるし。もールケーキた食べれなかったとかあああの、だから増量熱ね。うん、仕方ない、ね。大将とか懐かしい話とか。うん、懐かしい話。そうだよ。先生が入院前にこの、えー、何、ね、状況に遭遇するとは。うん、これのことね,ね、確かにそうだろ。先生 <laughs> も一回ね、うん、ちょっと、 活動休止みたいなもんで。まあ、そうですね。先生もな。うん。いわゆる活動休止。そうではな。いき先生、ちょっとあの、2月後半ぐらいですかうん。ちょっとあの、活動休止に入っちゃうの入るんですよ。まあ、多分、そんな長く休止するわけじゃなくて、本当あとあの、1ヶ月もないぐらい。そう。かな、休止するのは。ちょっとした、あの、ええ遅めの夏休みみたい。まあまあまあ、ちょっと3月ぐらいにはまた戻ってきますので。そうだよな。あの、心配されてる皆さんすみませんね、あの。先生 ちょっとだけ活動。活動なあ。でね、そのなんかあの、精神的なものとか、そう,そうですういう体調がなんかそのか、ちとか全然なくて。ちょっとあの、なんだろうな、まあちょっとあの、一回お休みもらう。で、三月に元気に帰ってくる。そう、リフレッシュ期間で、ね。そう,そうそうそう。そんな感じ。本当にあの、だって、帯で番組持ってる人とかもあるさ、リフレッシュ休暇みたいな一週間とか。あの、休みとか絶対あるよな。そうそう、あんな感じ。 なんで、ちょっと、日比先生、ちょっとだけ活動休止になるんですけど、まぁ、またね、ちょっと。絶対戻って。はい、戻ってきますので。先生、活動休止って言葉いいね。一旦、一旦活動休止。で、なんか、ちょこれ、よくバンドマンとかあるさ。一回、あの、一回ちょっと休んで、新たな一歩を踏み出すために。ミセスとか、そんな感じだった。ミセスもそうだな。だから、先生はもうミセス。まあだから、あの色だから、ミセスにだいぶ、寄せてはいるから、 ま、あェ生シェイは、あの、あの、ミセス先ェンシェイアップル。え、違う。ミセス先ェンシェイアップルなどうするりょと久しぶりに、もう、あの、復帰してよ、つって。ちゃんとアイコン、ミセスチェンシェイアップル。たお前の責任。てちい。つだって大丈夫って。この世界をダンスホールって書いてあるから。俺逆にもうちょい休んでってな。そうだったらな。逆に。何があった逆に休んでってなっちゃうよな。 タバコ増量は欲しいって本当にね。タバコ増りはもうやらないです。アスカもな、こんばんは。久しぶりだね、アスカもね。久しぶり。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。あ、ひふみさんから。え、めいちゃんもありがとね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちくい。頑張ってください。マリさんピーさんも本当にね、ペイペイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい。で、ひふみさんもね、お酒何が好きなのということですけど。全部ですね。 うん、まあまあまあ、それはね、アルコールが入ってれば大体何でもいいんですけど。でも,もこの年は全然アルコール飲めんからって。っね、のあの、やっぱ、風邪ひいてから。わかってますね、響先生。さすがですね。ね、あの、ジョニー・ウォーカーのレッドラベル。僕、ウイスキーがね、あの、すごく好きなんですよ。で、これ、スコッチウイスキーって言って、スコットランドで作られてる。これ、前もクシが。これ、前、そう、僕が誕生日にお願いしたんですよ。こんな、また可愛らしい、あの、この、 贈り物に便利なやつもあるんだ。うん、この、この、この、ホワイトデーとかさ。これなんかね、あの、割と、だからこの瓶のサイズ、もう一個大きいのが、もう結構大きなサイズなのよ。僕はね、そのすごくこのウイスキーがね、好きなんですね。これはもうこれよね。あ、タバコとモンスターね。モンスター、うん、シェイシェイからいただいたタバコモンスターのチョコもね、俺、ね、風邪ひいてから俺、うん、甘いもの大好きだったっけど、甘いもの食べてるイメージじゃないっしょ。 モンスターか、水じゃん。まあまあまあ、確かに。俺、ミルクティーとかも、ヤンキーの時から飲んでない、うん。まあ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 。モンスターも、だいぶ甘いけどね、一応。じゃ、モンスター、朝よ。いや、知らない、それは。じゃあって、んすごいよね、これめっちゃ。え、これ、シール飽きちゃうあー、チョコビシール入ってるね。る夏。めっちゃなんか、やってたわ、昔。どうする これであまた今度でいいよ、全然。<laughs> そうだね。いや、そうそう,そうそう。そんな企画を潰す人間だったんだね。<laughs> ああ<ー>、もう単独ライブも終わりだ。やるとしたら、今年やろうかなっていやいや考えてて、<ろ>いつやろうかなって考えて、単独ライブ終わりだ。終わりらしいです。いや、開けよう、開けよう。ちょっと俺、これは楽しみだな。だって俺普段なんか持ってきて開けるじゃん、こっちで。 だからな、お前、変な開封やるよな。そう、あの、押しの子のね、あの、一番くじやつとかね、よく開けてましたけど。あ、押しの子、あの、英称の、の、アニマカナフィギュア当たりました。かったね。はい、ちょうど選週選手、終わった後行って。クレヨンしんちゃんのチョコビ。これ嬉しいよね。問題です。クレヨンしんちゃんのチョコビ。これ、発売当初は、これではなかったです。今も売ってます。ラムネみたいです。早、え、考えれば。あ、それが答え。 もうその後にあると思ってた。こうこうそれが何とかですが。うん、ラムネです。で、うん、本当は、あの、コアラのマーチが好きだったけど、著作権の問題で、うん、あの、ちょ,ましょうかあのこちじゃあしましょこち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 たこちょ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 こちあこちょ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 ょ でも昔歯でちぎってんかった。いや、歯でちぎったらぐしゃぐしゃなるわけよ。ええ、でもだって、もう開けないんでしょ普通には。楽しみに取っときましょうね。ええ、お前、ここまで来てなんでカッターカバンに入れてればいけるいあ、なになにあお、切れた。切れてないだろう。今の切れ味悪かったよ、結構。<laughs> サビだらけだったな。ギリ何言ってるか分からんかったし。 音、音だけで分かったもん。<laughs> あ、ひぐちかったかなって。<laughs> <laughs> 大山、のぶ、<や>のぶよさんを。ダメだよ、パクったら、ちゃんと。な、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 えひぐち、パったら、ちゃんとパクったらダメだよ。だから、入道したの。あ、パクったらダメなんだ。うん、いや、知らん、<も>な、知らんけど、それは別に。った<何>ああ、もう本当に、音だけ合ってる。<laughs> 何言ってるか分からない。ね。ひぐちかった 言ってますからね小大山信代さんを一回。落としてから。半分だけ。今日、一番響いてる。今日、一番声響いてる。ここで。あ行けたあ、何これはこっちに置いときます。な、どういうことなんで ?2 個あるんだ。これ、いちご味限定ですね。はいはいはい。これに、限定です。じゃあちょっとそれも開けてみましょうか。種類があるんだね。 ええー、これ、あ、これと一緒だ。種類がいろいろあるんだね。はいはい。期間限定のね、<ら>一部アジア。<く>お前カ、パソコンのカメラの画角じゃないだろう <laughs> パソコンの背中映ってるのに、ここに。えっと、なんか、ギャルみたいな、プリクラみたいなのがありますね。ちょっとごめんなさい。リクラのシールに。あのー、説明が、すごくあの、下手くそです。あ、あ、すいません。ごめんなさい。 あ、終わるね、もう。ちょ、間に合わないな、これは、多分と。今日はもう、開封動画終わりです。えへへ、終わりお茶じゃねえよ <laughs> <laughs> あ、来たんじゃん。あ、行けた行けたあ。ありがとうございます。誰かが、投げてくれた先かが投げてくれた。いや、なんか、気づいたらコインが7個になった。んなんで、ね、こん…え、今日、もう、朝までやっちゃうやらねよ。すいません、ありがとうございます、コイン。助かりました、おかげで。 じゃあ、かい f m ェミギー残るか嫌だなぁ。俺明日早いんすよ。申し訳ないんすけど。もうちょっと明日最早いので。なんでなぁ、それはそれで。みんなの音楽かけるためだよさすがだね。プロでした。ありがとうございます、本当に。えっと、じゃあ何が当たったら、失神しました 何が良かったったら、集中しますって言った、今。えっと、クレオンしんちゃん、ひまわり、えクレオンしんちゃん、しんちゃんとミサエ、野原しゅひろし、ワニワ、ワニヤマさん、これね。いろいろ種類ありますよ。これ二種類あります。1個当たったら、カイリの好きなもの1個プレゼントします。お、マジ ?1 個当たったら、 豪華景品差し上げます。お、豪華景品。に、2個当たったら、はい。じゃあ、あのー、この倍、2倍好きなもの、2つ買います。ああ、いや、じゃなくていいよ、全然。あの、推しの子の一番くじ買ってくれれば。わ、分かったじゃあ。推しの子の一番くじを2個買います。全部。全部買います。ある,ある分全部。その代わり、もし、うん、帰りが、 当たらなかったら、うん、俺の携帯料金払ってね。はい、じゃあくよ。<laughs> えっとー、今日で終了です。すみません。3万あるよ、3万。はい。えい、なん<あ>でしょうか。なんでそんな高いわどういうこと <laughs> なんでそんなに携帯料金高いの ?3 万ついえ ?1 万だよ、携帯料金は。でも、2万はちょっと増,増量してお前、普通に2万もらおうとしてるな。<laughs> 意味がわからん。はい。はい、えー、どうだろうでもなんか、え、本当にあれとこれ一緒一種<緒>類。<囲>見た。 全部、いちご、な、これでもいちごがなんか主流になってるよ。大丈夫あっちはいちご主流になってるなってる。なってるああ、本当に、そうなんだ。じゃこの時期のシール、ねはい。皆さんも当ててください。なるほどね。あ、いちごシールが11種類。うん、で、うち3種類がキラキラ。うん、平成レトロシールが9種類。平成レトロシールは、なんか落書きみたいなプリクラのね。うち2種類がキラキラと。うん、なるほど、わかりました。ええー、と。ね、キラキラが2個あったら、 うん。もう全店舗買いますよ。何を言ってるのかわからないけど、まあ、これ、か、あ、これかこれか、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 これか全部よっしゃいや、心理学使うのこのところ、俺の目を。俺でもお前もう知ってるか、俺目いっぱい動いてただろわからんよ。いやいや、別に、心理学とかやってないですけど、 まあなんか多分赤いですよね。多分、その、四角の中には赤いですね。<laughs> いいえ。あ、じゃあ全部いいえって言ってください。はい、わかった。シールはキラキラはしてないですね。No! <ー>いいえって言ってください。いいえ。でまああんまり派手じゃないですね。いいえ。ああ、じゃあ、ちょっとピンクが貴重になってますね。いいえ。<laughs> なんでちょっとためたぶ わかりました。はい。えっと、このしんちゃんのやつと、えー、えっ、と、し、しろとかかなはい。<laughs> どうですかお前さ、お前こういうのさ、はい。ガチでやるなよ、お前。全然違う。違うばやワニヤマさん。あー、それめっちゃ思った、一個は。はい、そしてお前最初に指差してた広ロシロ、イチバージョン。あー はい、携帯料金5万円払ってください、ね。増えてるわや。はい、終わりでーす。どんどん2万ずつ増えてるやつ。終わりでーす。なんでこれ、俺大切に残すな、<laughs> 大切に残す俺今は、集めてるわけさ、シール。ああ、いいじゃないじゃそれちょっと集めてから。集めて。なんか、したら冷蔵庫に貼る。お前、普通やし。いや、 俺今30枚ぐらいあるよ。知らんけど。なんか新しく買った冷蔵庫に貼るっていうこの覚悟を褒めれよガーちにぶちげられるよ。<え> <laughs> 知らんけど、それは。さあ、コメント読んでいこう。読んで。はい、ここで終了しました、コメント。もう飽きたみたいです。あー、飽きちゃったか。じゃあ、俺も飽きたからちょっと黙ろうかな。<laughs> 黙る時間もいいよね。黙る時間もあってもいいかもしれない。もしかしたら。いや、ダメだ。気づ <laughs> いた。<laughs> 危ない。 放送事故になるところだった。最近バイト頑張ってますよ、俺。<laughs> うん。そうなんですね。褒めてくださいよ。みんな褒めてください。バイト頑張ってるみたいです。俺、バイト頑張ってますよ。いや、でもだからどういうふうに頑張ってるかやっぱ伝えないと。うん、見に来て、そしたら。うん。伝えるのは難しい。い,い,いやいやこれ言葉を使え<も>、朝の、朝の6時に出勤なはに。うん。おい、うん、うん、あすごいじゃないですか。 夕方の7時終わり、うん。ああ、すごいじゃないですか。うん、いい、いいっすね。俺、ちょっと理由があって、うん、あの、ブレるけど、中地の出産祝いをあ、うん、げるために頑張ってます。いや、ブレるな、うん、まあまあまあ、いいことじゃないですか、それは。<う>全然。何かをしてあげ。やっぱね、中地もね、うん、初ですから。でも、絶対に奥さんにあげ。うん。中地が使って、 奥さんはうんうんえのまだ信じられないまあまあまあまだわからないそれはいいじゃないですかやっぱそのね応援したいっていう気持ちもありながら中出写真も良かったねあの奥さんと一緒のああなんか撮ってたねあの SNS 上がってましたけどどこまで行った結婚だけなで発表中出の結婚の発表だけだったんわかんないどこまで あいつ昨日子供のうんこ舐めたいって話ずっとしてからコメント入らんかった。あいつ何を言ってるのあいつ。いや、あげない子。あげない子な。やっぱり。あげない子。そうだね。ごめんごめんごめん。俺もちょっといろいろ注文してたけど全部取りやめる。一旦やめよう。帰りはその気があるみたいなことを言い出して。はあいつは何を言ってんのちょっといろいろ僕、あの。 なんかネットで注文してたんですけどキャンセルしときますごめんなさい僕が間違ってました中地の父ちゃんと一回お話ししてすいません本当に中地の父ちゃんも一応おかしな人だから奥さんの父ちゃん母ちゃんと一回喋ってああでもそっち側もちょっと一応変な人たちだから家族的にはじゃあもうラブラブやしうんうんなんかなるべくして付き合ったなっては思ってたでも奥さん知ってるよな俺たちな 俺たちなんだかんだ言って奥さんと一回出会ってるよ。うん。ね。知ってるよ。18ぐらいの時にね、うん。まあそれも知ってるし、なんだ俺は、その前にも一回会ってるしね。はぁ<ー>。あの、み、あなたたちが会う前にも一回会ってるし。うん、あいやー、や一緒に飲ん、うん、幸せになってほしいね、うん。うん。まあ僕は結構仲いいですよ。なんかその、中地の奥さんとね。僕喋ったことないですね。<laughs> 全然、そうね。うん、よ、二人お互い酔っ払って喋ったことあるけど。 僕はもうシラフの時も全然喋ったことありますし。優しいんだよ、あんなたちの奥さんってさ。うん、て単独ライブも封筒にお金入れてたんだよ。ね、これで頑張ってね、でここに行っ,って。本当にいい人なんでね。両腕落ちた時とか酔っ払いながら、両は面白いよって言ってくれて。うん 頑張ってほしい。したら、なんかちも、両党が面白いよっつったら、そしたら友達が、うん、帰りが面白いっつって、そしたら奥さんが切れて、うん、両とが面白いってって、電話越しで3人で喧嘩して。どういうこと何を見せられてるのって思って。そういうのある。その友達は、あの、女の子男の子。男か。じゃあ違うわ。思ってた人とね。え、じゃあ俺のこと面白くないって言ってる女の子がいるわけ、友達。あ、うん、そういうことじゃなくて、その日やってる。 友達、いや、その、だから、友達っていう言い方、今、その、奥さん側の友達っていう言い方。友達側なのだから、あー、うん、あー、なるほどね。まあ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 。じゃあ、いいや。じゃあ、いいんかい、うん。だったら誰か分かったもん。分かったよな。うん、うん、普通にすぐ分かっちゃった。うん、ああ、でも何人かいるな。知らんけど。何人かいるな。まあいいや。誰でもいいや。誰でもいいんかい、うん。誰でもいい。全然。ああ、なんか眠たくなってきたね。<laughs> こいつ何、何 だ今飲めモンスターじゃ、眠いんでしょ今日はお酒飲んで決めてるんですいや、別にいいじゃん、モンスターは飲んでも。うん、これは朝飲むから、一番。<laughs> 目覚めるだろう。<laughs> いや、目は、別に、その、それ気持ちの問題だから。帰り、俺、お酒飲んでないわけって <laughs> 近マジで。違う違うお酒飲んでる飲んでないじゃなくて。俺はちゃんと朝に飲むって、俺はルーティングあるの。これ朝に飲んでとかは、気持ちの問題だから。 別に、コロナ程度のカフェイン、ね、もう、ま、ま、日々取ってるわけでしょそんな、それでも、なんか目覚めるとか、ないから、気持ちの問題。うん、だから寂そ、冷めといや、すごい顔してる。すっごい顔、もう、目、目から、なんか、もう一個目出てくるんじゃないかな、ぐらい、かっぺえ。お前の例えよ。やばいけど、か目からもう一個目。目からもう一個目出てくる。うん、目がこうなってからって、二個。いいよや、そこまで。 なんか、面白い話する <laughs> そろそろ。ずっと。俺はずっと面白い話してたけど。まあ、認めてるんだったらいいか。ういことよ。なん、なんか、<laughs> あの、最近ハマってるものとかお前、話がなくなった人の話から。エブライブ楽しかったね。ねまあ、ど、ど、今、今、まあ、どこ、今、どこ、どこね、ここは。なんで急に、なんか、九州にいるかなと思ったら、 青森くらいに行っちゃった。長崎は九州だろ。<laughs> 九州から九州に行ってもいいで、面白い話して。なんでもこいつ。で<ー>、<laughs> F ライブも面白かったですね。楽しかった。<laughs> F ライブ楽しかったですね。今回なんかみんな、すごくネタ面白いなっていうイメージがありましたけど。っよね。まあ今回もね、あの、ありがたいことで満員御礼で。満員礼。はい。またちょっと来月も、いっぱいに。僕も今ね、<laughs> プロデューサーをやってて。<laughs> 帰りなんですけど僕は、まあ、別にそのプロデューサーとかで分けてるわけじゃないので、あまあ仕切りを凸凹でやってるっていうだけの話ですね。んなやっっててきたらなと思るいやー、凸凹もまたネタのスタイル書いてるからね、最近。スタイルっていうかまた一個の試しの、ね。まあまあ、ちょっとね、あの新しい感じでやったりというか、うん、まあ挑戦的なね、うん、チャレンジ的な感じでやってますよ、一応。いわゆる漫才をちゃんとね。 研究してますね。やっろうとしてるところです。うん、今のところ。なかなか、やってこなかったからね、ねこういうことも。うん、でも楽しいです、めっちゃ。なんか、お漫才してるって思いました。いや、いつもコントだったもんなまあ、その、いわゆるね、だからキャラがありますから。漫才,漫才コントっていうものをや、普段ね、やってるんですけど。ちょっと。右の口からね、おじさんが出てくるて、ね、全然意味がわからないですけどね、本当に話だけこれガチのやつですよ。 ちゃんとだからそのねあの初めての人が見てもびっくりしないようなネタを最近は、ねね、最近ちゃんとやってますね <laughs> <あ>みんなが安心してそうそうそうお笑いとしてちゃんと見れる、ね、ネタをやっておりますリョウツ先輩の恋愛を深掘りえ違うよ恋<愛>ちゃんと呼んではいリョウ先輩の恋愛掘り下げましょう恋先輩の恋愛掘り下げましょうねリョウ恋愛掘り下げましょうねりょうね恋愛まし恋愛してないんですよ <laughs> はい、えー、今、最、一番下まで惚れました。はい、終わりました。はい。すぐ、すぐ、<laughs> ダイナマイト、ボーンって、うん、でもう全部開きました、ね。今全部惚れましたからね。はい、早かったですね、うん。はい、すいません、本当に。<laughs> あっという間でした。うん、INI がテレビで新曲を踊ってるけど死にかっこいいということで。INI IN は韓国のグループっすよね。確か。<ー>もう僕も全然追っかけられてないもん。も か、なんかその、プロデュース101かな<ー>で、なんか、絶対グループだったかな ?101 の上が 109? あ、違うよ。関係ない。うん、全く関係ない。それ、渋谷109だろ行ってみたいね。行ったことあるやつお前みたいなもんなもんが行くところってないよ。い,いえ、なんでいえ、そんなことないだろ。ただ洋服がいっぱい売ってる、あの、ビル。 ビルいいよなぁ。うん、でもいいっすよ。やっぱあっちで、それこそあの、今はね、もうあの、全国的に流行ってますけど、あの、ファッキングラビッツっていう、あの、洋服のブランド。ファ、うん、ッキングラビッツうん。ああ<ー>あの、ウサギがなんかその、あの、バックしてるみたいな、ウサギが何バックしてるみたいな、この、え、だから後ろから、あの、オスがメスを、その、チンコさしてるみたいな、あの、なんて模様、模様というかその、マーク が、結構、あの、人気、ね、人気というか、まあ、それが、あの、マークなのその、かわいいメーカーのね、いいねファッキングラビッツっていう。プレボイボーイとまた別なんだね。ええ、全然違う、全然違う。うん、それが、もう全国的に流行る前に、僕、その、109 10で、この、ここで今から流行りますよって言われて、買ったんです。そのファッキング帰りはないのあ、ファッキング帰りはない。ファッキング帰りはない、ねうん。ファッキング帰りはないだろう。誰っちの方がいい<誰> <laughs> うさびっちなすいねえ。うさびっち、うさ、あ、たまごっちだよ。あれわかるうさびっちの前わかるピッチコーヤキュー投げる、打つ、投げる、打つ、喋る、喋る、喋る。しゃべるめっちゃわかるけど、<laughs> あれはうさびっちの前っていう立ち位置なの知らんけど。いやいや、うさびっちの。ピッチコーヤキの前、あは豆柴だよ。違う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 。豆柴はまあ、 わからん、わからん、わからん。えウサビッチのウサビッチの、あれ、<laughs> 最初のスタート、あれ、ピッチコーン野球部 <laughs> 違う違う違う。あれはどれ投げる打つ投げる打つ喋る喋る喋る,しゃる <laughs> 同じ、なんかその、枠ではないピッチコー野球部でしょピッチコー野球部はわかるよ。で、豆柴もわかるよ。なんかあの、ちょっと久しぶりに聞きたいね。歌、うん、ピッチコー野球部歌詞で検索して。豆柴だってあの、なんかよくわからん豆知識をめっちゃ言うやつでしょカバは、 うん、ピンク色の足を描くんだよ。豆芝、うん、ってさ。豆芝。懐かしい。ピチコーでしその豆芝とピチコー野球部が、なんかこんな感じで並ぶのはわかるね。その流行りとしてね。その、そのショートアニメがウサビッチであったってことでしょ違うだろう。ジャンル的には。そうだよ、なんかちょっと違うだろう。ウサビッチはだって、日本のではないっすよね。日本だよあれ、日本の あ、そうなんだ。だとしたらあの時代のウサビッチ作った人すごいな。あ、ピチコ野球部、歌。12までありますね。うん、多いなぁ。ピチコ野球部、投げる、打つ、投げる、打つ、喋る、喋る、喋る。輝く汗にきらめく青春、間違えた、そっちはサッカー部残ねって。<laughs> ごめん、あのー、投げる、打つ、喋る、喋る、喋るまでが強すぎて、その後、覚えてないやつ。だから覚えてないんだよな。全く覚えてないやつだ、その後。投げる、打つ、投げる、打つ、喋る、喋る、喋る。えー、処理しれい、お前がチンコー <laughs> はい、あとは任せ、喋るー。シ <laughs> ームプレイだろ、今の。<laughs> 全員で罪を背負わんと。<laughs> 今のは。 俺ら全員で。全員でな、うん。一人が誰、ダメとかじゃない。<laughs> 全員で。やーからいやいやーがお前の責任どうっていうか、えー。お前がどうにかしれって言っただけよ。<laughs> そしたらお前が俺に振るから、もう仕方なく俺が鳥を取っただけで、悪いの全員だからな。はい。はい、もうごめん。んああ、メールが来てるということでね、もうも。サビッチ懐かしいって言ですよ。サビッチ。ジョン、ジョンシン君に DVD あげたって。 誰 ?DVD あったよね。カラキエでも俺見てたのなんか。ピチコや、あ、ピチコや、うさびっち。俺、ピチコ野球部が頭からもう離れないよ。今もう、今はな、仕方ない。ピチコ野球部。いやもうだから投げる打つまでしか知らない。投げる打つ、投げる打つ、なんか喋る、喋る、喋る。喋るって言ってるたしも。喋る。そこまでしか知らん、マジで。じゃあメール来てるんで、読みますか。読んでー。えー、カイリンゴ。 りゅうとりん。スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ななです。帰り。はい、俺たちさ、2週間、サボってたけど、うん、彼女はずっと勉強してたね。うん、サボってなかったね。サボってなかったね。努力の結晶が見えたね。<laughs> はい、リンゴ。はい、早かったね。イリンゴですよ、<laughs> 俺なんて。り。り。<laughs> リンゴじゃないんだね。<laughs> それをもうちゃんともう分かるようになってるんです。両とリンです。両とリンってど<う>両とリンみたいだな。あ、な、部えで売ってるじゃないかえっと、ごめんなさい、知識不足でした。<laughs> 全体責任だ。<laughs> いや、これはキャンさんの責任です。<laughs> <laughs> 知識が豊富すぎるキャンさんの責任ですね。えー、今週の日曜日に行われる FEC お笑い劇場行きます。 メガネの色変えたから気づいてくれると嬉しいです。何色かなー何色かは秘密です。はいえーでもこれ言っちゃったら変わってること分かるから、変わったねって言えちゃう。そうだよな。うん。そしたらこっちのもんだよな。ね、もう俺は言うよだから。って思うじゃんそしたらコンタクトになってるパターンですよ。やば。俺もう爆笑しちゃうかも。メガネワイって。 <laughs> なってるパターンですよ、うん、ちゃん。ただ一応問題なのが、うん、俺もうずっとここ1、1、一2年ぐらい喋りかけられてないから、俺に喋りかけないで帰る可能性はある。そっか、カイリーと会ってないんだよな。いや、うん、そう、会ってないんだよね、多分。カイリーがい。でもまあ、いや俺じゃないのよ。な <laughs> ナ,ナちゃんが消えるのよ。がのよ急に。俺なんか、なんか視界の端っことかにたまに見えるわけよ。うんうん、次の瞬間、いないわけよ。なんでどういう 俺もわからん。なんでか。まじでわからん。ななちゃんが瞬間移動してんじゃない帰りのところで。あー。ひろさーん、おくさん、写真撮りましょう。メールでは、毎回なんか、あの、言ってくれるわけよ。この、絶対撮りたい。もしかしたら、帰りさん撮りましょうは、ななちゃんのお父さんが書いてる可能性がある。あ、うん。気使って気使って。いえいえ、ななちゃんは気使えるから、多分あの、嘘でも書くよ、そういうこと。書いてくれるはず。書いてくれるね。 帰りが逃げてるだけかもしれないな。い俺、あんまり、俺、同じ場所から動かないから、大体。次はね、デコボコで撮れた。いや、本当に、マジで、あの、ちゃんと声かけて。うん。うん、もう、一応、なん、いつもなんとなく、だから誰かと喋ってるじゃん、絶対に。うん、ありがとうございました、とか言いながら。うん、そして、てか、こういるのよ。ね、視界の端っこに、奈々、うん、ちゃんね。でも、次の瞬間、いないわけよ。 だから、お前が逃してるんだって、ちゃんと。次から看板持ってき帰りここですって。<laughs> ななちゃん、帰りここですって。余計近づかんだろ。そんなやつに。いや、もうもうもう、もう,もう呆れてくるはずよ。呆れてはい。逆にね。写真撮ってください。嫌だもうそんな風に言われるのは。<laughs> じゃあ。さあ、ななちゃんは絶対撮ってくれる。じゃあ、嫌だもう俺も。そんなして言われるんだったら。え、こんな、冗談っていうこと分からない。 いい、いい、そんなもん、嫌だったら、本当に、嫌だったらもう言って今度、ちゃんと。俺、そしたら。ちゃんはそんなこと言わないですいや、こっそりでいい。なんで立場逆転してる場合今だからこれ。違う違う違う,違うお願い。そうしてもらわないと、俺が、あの、ななちゃんにしんどい思いさせるのも嫌だし。俺もちょっとしんどいし。何の話をしてんどい。いや、ななちゃんが取りたくないんだったら。取りたいっていやいや,いや<ー>お前、めんめんめんヘラヘラしやがってよ、お前は。本当にあの、無理だったら無理って言ってもらった方が、 気持ち的には、整理がつく。なんでお前が没収すれば。俺が欲しいだけだろ。俺が欲しい絶対あげんからな。もう,さっきからもう、もう,もう。<ー> <laughs> それ何それ何<ー>えー、キモい音を出すなよ、お前いい。いいね、ちょっと。ラジオ上で。クロちゃんです。<laughs> お前が悪いよ。 <laughs> お前が全部。全部お前が悪いよ。帰り、俺は今日は手を抜こうと決めた日だった。いやいや、俺はいつも手抜いてるから。っていう、あの、感じでやってますよ。いつもありがとう。<laughs> <laughs> こう、乗るからいいんだよね、<laughs> FM 機ここじゃないよ、乗るのは。<laughs> 乗るのってさ、泥船に乗っちゃダメなのよ。<laughs> 違うでしょ。俺、俺、あー、うん、でも沈んでったらちゃんとした船。うん 船に乗るとかじゃなくて、海に行ってるもん、一人で。ああ、終わった。はい、終わり、終わり、もう、終わり。ロですお願いあと2分すぐ進んで勝手に進んでお願い沖縄の天気お、お伝えしましょうか。やっ明日の沖縄の天気は、っと、めんどくさいんで自分で調べてください。次は、明日のお花のコーナーでーす。明日のお花のコーナー日にちによってまた違う。ああ、なるほどね。明日のお花は、 ちょっと、めんどくさいので調べてくださーい。準備しとけさあ、そして、次は、明日の占い、最下位、獅子座です。はい、ありがとうございました。最下位だけ、しかも明日明日今日のじゃなくて。明日のやんの明日です。だいたいその日の朝で運勢占って。朝見ね。みんな朝見た方が早いよってことで。ちょあんまり。とめると朝見たら早いなってことでした。次の日の占い聞いたことないな。もう超えてんじゃないあと30秒。いやあと1分半。 じゃあ、帰りの恋愛のコーナーも行っとく久しぶりに。えっと、今の恋愛はどうなのお前嘘ついてるだろう彼女いるでしょないです。うん、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、あと1分。<laughs> あと1分です。なんかさはい。あのさ、あのー。うん。何もしゃべろうとして。あじゃあ、お前見切り発車すんなよ。 ドラマの話もしたかったんだよなぁ、今流行ってるやつ。あ、でも俺ドラマあんまり見ないかわかんないなぁ。あわり。あー、やってますね。まさきさんよかったよ。あ、そうなんだ。最初ね、なんか、うん、なん、なんどうやらどうのこうのって上からだったのに、弱いって分かった瞬間、コロッて帰って、まさきさんに代わりやった。あはそっか。なんか山賊がいけないよ、まさきさんに代わりやまさきさん。あれ、荘園王と繋がってるからな。そうなんだよ。あ、そうなんですね。 あの、あ<ー>な、中地の死にっぷり見たいやいや、僕ちょっと見れてないんですけど、まだ。ちょっと再現していい<だ>やっと中地が来たーと思った中地が岩の方でこうやってたら、こうやってたら、うん。コンで、倒れて終わった。わっじゃあ来週、また聞いてねーバイバーイなんか、久しぶりだね。 ちなみに俺も第一はちょっとだけ映ってたぜ。そっか、キャンさん映ってたっけそうなんだ。あ、なるほどね。あ、そういうほどね。実はあのシーンの中に僕います。いいななんかち、よかったよ、なんかちかっこよかったよ、最初、なんか。洞窟から出てきて、かっこよかったよね。で、なんかやるんかなって思ったら、すぐられてから倒れ終わった。 でもあいつ数であれるよな。あのー、カツレン味の手下みたいなの,の中でマジじってたたいねああ。そうなんだ。数で混じってたらしいよ。うん、ちょっと見てないで。<laughs> 一回見てみてから。ちなみに、昭和の時は俺、セリフももらってるから。さすがに、ね。い。い,いよね。やるぜ、キャンズさん。ね、中地より、では多い。そうだね。完全に上を行きましたね。<っ>中地、申し訳ございません。<laughs> <laughs> でもいいよな、中地とかさ、このドラマとか。演技俺たち、下手くそうだからな。いやいや、あの、あれよかったじゃん。あの、なんだ大東の。大東、良かったかなぁ。うん、我ながら出来はいいと思って、いつも酒飲みながら。な,な,なんだばこいつ、マジで。思ってますけど。中地の終身金入りよりは良かったと思う。<laughs> 大東は頑張ったね。<laughs> 終身金入り。下大東は、だってもう、<laughs> あれは、<laughs> あれ、ひどかったよな。掴んでたもんな。なんとかでしょみたいな。何を喋ったのかなもう、流してギリダメぐらいだったもん。ギリ放送してダメぐらいの。ちょ、マジでマネージャーと見てて、新喜劇みたいな、なんか、突っ込み立ってしょってよ。本当に。いただい東島の PV 見てほしい。頑張りました、あれは。あれは頑張りました。あれはね。やっぱ2話、1話はやっぱり初めてだから、 いい感じのなんか、感じさ。うん、この、初めて古代都島に行くみたいな。まあ割と、そのやっぱドラマテイストが強めです、ね。話がちょっとちゃんとまた、成長してる姿見れるので、ね、北大東島清掃さんで調べてみてください。ねね、はい、出てますんで。見てくださいね、単独ライブで帰り笑われてました、ね、いやー、でも一番受ケてたなあ、あそこが。<laughs> 単独ライブで。一番ではないだなろ。何かが受ケてたのよ、一番。 はい。えっ、ー、と、じゃあ。バイバイ。また。あ、もう帰るみたいなんでね。<laughs> 残りの時間は、あの、皆さん、自由にしてください。自由にしてください。じゃあもう帰ります。さよなら。バイバイ。